ですね、ほとんどメリット感じないんですけどっていう方がいらっしゃるんですけども、まあ、NISA の制度自体をそもそも考えてみれば分かる通り、非課税、条件、ある条件下で非課税になるっていう制度ですよね。なので、やはりですね、売り買いをそんなにしなければ、まあ、その手続きとかですね、そこに気を回す分、無駄なんじゃないかということなんですよね。で、基本的に長期積み立てをお勧めしてるんですよね。要は素人がですね、投資の勉強して必死にいろいろやっても、売り買いをするアクティブファンドに勝てるんですよ。要は、長期積み立てで放置しておく方が一番最終的に儲かるっていう、もうデータがはっきりあるので、そもそも売り買いをしなければ、手数料、売買手数料とか税金が発生しないので、そもそもNISAとか積み立てNISAのメリットが関係ないってことですよね。なので長期積み立てをお勧めします。では、NISAについていろいろご質問いただきました。積み立てNISAとかNISA